マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエットのために食事の量を減らして頑張ってみた。ところが逆にお腹が空いてね、食べてしまったなんてことないですか？そこでこの動画ではしっかりと食べながら痩せる方法がわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなってお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。基礎代謝を上げて痩せる食事法3選についてお話します。話の流れはこちらです。1つ目の項目、なぜ基礎代謝が上がって痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、基礎代謝を上げて痩せる食事法3選についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ基礎代謝が上がって痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイントは2つあります。1つ目、腸内環境が整うからなんですね。これすっごく大事なんですよ。基礎代謝を上げようと思ったらね、パッと思い浮かぶのが運動とか思う方も多いかもしれません。もちろん運動も丸なんですけども、運動でそのダイエットにね効果がある割合って全体のまあ2割程度です。じゃあ残りのうちの6割がね、内臓と言われています。要は内臓を元気にするとそれだけでね代謝って上がるんですよ。これすごいですよね。もちろん体温を上げるっていうのも一つ手段としてはありますから、まあいろいろあるけれども、今回このお話をしたいのはね、内臓です、まあ、イコール腸。この腸が元気になればね代謝が上がりますよってことなんですね。なぜかというと、まあ、そもそも腸がですね、あなたの食べたものを消化吸収してエネルギーにこの変えてくれる、こういうねすごい仕事してくれてるわけです。その腸がね、はぁって、もう疲れた、もう嫌な、もう働きたくないとか言われたらどうなると思いますか？どんどん食べても食べても消化吸収できないわけですよね。で代謝が落ちてしまって結果太るということなんです。でしかもね、まあ、余談ですけれども、やっぱりね、その腸が疲れている、まあ、イコール動きが悪いと、まあ、太りますよね。今お伝えた通り、プラス腸内細菌たちのバランスも大事なんです。あなたの腸に住み着いている腸内細菌たちが正義の味方なのか悪者なのかっていうね、ここの割合で太るか太らないか、ここも変わってきますから、その点についても後ほどお伝えするこの食事法3選のところがねカバーできるようになってますから、ぜひ最後まで楽しみにお待ちください。では基礎代謝を上げて痩せるポイント2つ目のこちら、食欲を抑えてくれるからなんですね。この後からお伝えする食事法されますと、あなたの暴走する食欲がぐっと抑えることができるんです。やはりね、この食欲との戦いじゃないですか、まあ、そもそも太るっていうのはね、食欲が増しているから、まあ、イコールね暴走する食欲に身を任せてしまった結果太ってるわけですよね。なのであなたがお悪いというよりは、そのあなたのね食欲をコントロールしているところがやっぱり問題なわけです。そこをしっかりね、あ、そんな風に食べれば食欲って自然と収まるようになってるんだなってお話をね、この後の項目でお伝えしていきますね。ではここから2つ目の項目です。基礎代謝を上げて痩せる食事法3選ということでご準備しています。1つずつ見ていきましょうね。まずはですね、1つ目の食事法は発酵食品を食べましょうになります。この発酵食品を摂ることであなたの腸内環境が整って、結果痩せ体質になる、イコール代謝が上がるという、このねプラスのいいサイクルへとね、お体が変わっていくことができるんです。ではですね、ここで発酵食品で例えばどんなものがあるのって思いますよね。たくさんあります。もう特に日本食素晴らしいですね。調味料もそうですし、食品も発酵しているものってすごく多いんですよ。ではここから具体的な発酵食品お伝えしていきますね。たくさんあります。もう例えば簡単な味噌汁とか、もう毎朝私も飲んでますけども、お味噌汁も発酵食品ですよ。そして納豆やぬか漬け、キムチ、ヨーグルトなどなど、まあ、こういったものがね全て発酵している食品なんです。でこれがなぜ腸内環境に良いのかと言いますと、もともとね発酵しているってこと自体が素晴らしいわけです。簡単に言うとね、あなたの腸の仕事がね一つ減るわけですよ。
普通はね食べてからお腹の中で発酵させる仕事が待ってるわけですよね、腸が。でもなんと発酵食品食べてあげるとね、あなんだもう発酵してるじゃないって、仕事量が減った減ったってやっぱり腸がね喜ぶんですよ。なので発酵食品は腸にとっても仕事量が減るからめちゃくちゃ負担がかからないので楽なわけです。ありがとうって、休ませてくれてってね言われるわけですよ。でこの中でも私はね一押しなのが納豆です。納豆のダイエット効果こんなにもあるんですね。でいっぱいあります、発酵してるからとかね、腸内環境を整えてくれるからとかあるんですけども、なぜこれが一押しかっていうと、こう納豆に含まれる納豆菌がめちゃくちゃね強いんですよ。胃酸とかね熱にめちゃくちゃ強いので、他にあのヨーグルトとかいろんなねビフィズス菌とかありますが、あれはね熱とか胃酸に弱いから、なかなか生きたまま腸に実は届いてないですね、もちろんその死骸がね腸内細菌たちの餌になるから無駄じゃない、無駄じゃないんですけども、どうせだったら生きた元気なままの菌を腸に届けてあげてね、腸をもっと元気にしたいって思いませんか。その時にね納豆菌が優等生なんですよね。なので生きたまま腸に届くから腸の大掃除ができるという発酵食品になります。でまだまだ他にもねあるんですよ。こう脂肪を燃やしてくれたりとかね、女性ホルモンの代わりになるものが補えるとか、あとは血糖値の急上昇、脂肪のね蓄積をぐっと抑えてくれたり、もうめちゃくちゃですねダイエット効果が高いのがこの納豆になります。でも注意です、皆さん納豆のタレどうしてますか。あれは使わないでくださいね。なぜかというと、納豆に添付されていますタレは化学調味料がめちゃくちゃ入っています。なので私はね使わないです。その代わりに何を使うかっていうと、手作りの塩麹とリンゴ酢、これちょい足しして納豆のタレ代わりに使っています。めちゃくちゃ美味しいですよ、おすすめです。ではここから基礎代謝を上げて痩せる食事法の2つ目は、タンパク質をしっかり摂りましょうです。ではタンパク質と聞いてね、どんなものを召し上がっていらっしゃいますか。パッとねお肉とかお魚とか卵とか大豆製品バッと思い浮かぶと思うんですけども、やっぱり一押しはですね大豆製品です。先ほどね納豆のとこでもお伝えしましたけれども、このタンパク質をしっかり摂るとですね、あなたの暴走する食欲ヒューって収まるんです。人はですねタンパク質が満たされない限り食欲止まらないようになってます。なので例えばですねお腹空いたと思って何かパッと口に入れた時のその食べ物がですね全くタンパク質がほとんど入っていないもの、例えばおにぎりだけとかパンだけとかねパスタだけとか、それはねタンパク質足りてないです。そうしないとね、その結局タンパク質がないままもういくら食べても食べても満たされないんですよ食欲が。なのでねしっかりとタンパク質を摂ってあげることがとっても重要になってきます。でその時におすすめなのがやっぱり大豆製品なんですよね。先ほどお伝えした通りです、納豆のところと一緒ね。ただ納豆が苦手な方もいらっしゃると思うので、大豆製品いろいろありますよね。きな粉とか普通にね蒸し大豆とか油揚げとか何でもいいですよ、お豆腐とかね、そういったものを上手に入れてみてください。でそうすると何がいいかって、プラストリプトファンっていうね成分が取れるので、これセロトニンって言ってね幸せホルモンのことなんですけども、やっぱりこのねホルモンないと太っちゃうんですよ。このホルモンがあるからこそ食欲を抑えることができるんですよね。なのでプラスアルファです、タンパク質を取ること。しかもタンパク質の中のその大豆だとトリプトファンが取れる、このトリプトファンが取れるとさらに食欲を抑えることができます。でプラスねなかなかね睡眠の質が良くない方、なかなか寝つけないとかすぐ目が覚めちゃうとか、そういった方はこのセロトニン不足なんですよ。なのでしっかりとね夜なかなか寝つけなくて困ってる方っていうのは、この大豆製品の中に含まれるトリプトファンをしっかりとって幸せホルモンをちゃんと作って、それが夜睡眠ホルモンに変わりますから、こういったいいサイクルをねぜひ作っていただきたいなと思います。はい、あとおすすめは卵もあります。卵ってすごいですよ、完全栄養食品と呼ばれているぐらいめちゃくちゃ栄養価が高いですね。
ビタミン C と食物繊維以外の栄養素が全部ね、あの可愛い玉を1個に全部ね詰まってるという、これはね味方につけていただきたいんですね。なので私はですね、どうしてるかっていうと、よくね、あのお昼外で何か買おうかなと思った時にね、コンビニってよく使いますよね、皆さんも便利だから。でもね、添加物がたくさん入ってるのがほとんどなんですよ。でその時に私が選ぶのがゆで卵なんですよ。コンビニのゆで卵は無添加なので安心して私はね食べてます。でしかもビタミン C とね食物繊維以外の栄養が取れるから、もうこれ1個でね、ありがとうって言ってね、美味しくよく噛んで食べることが結構あるんですよ。では最後3つ目の方法は、食物繊維をしっかり食べましょうです。食物繊維と聞いていかがですか？パッとね、お野菜かなとか海藻かなとか思い浮かぶ方多いと思います。もうそれ正解です。でただしですね、やっぱりいくら食物繊維がね多く含まれているお野菜とはいえども、やっぱりね糖質が結構ね多く含まれているお野菜もあるんですよ。まあ例えば芋類とかね、あれは食べ過ぎてしまっては太ります。ですからどうせ召し上がるなら、その太るもと糖質量が少ないお野菜を選んでみてはいかがでしょうか。ということでご用意したのがこちらです。糖質量の低いお野菜 100g あたりということで、もう一番はねほうれん草です。たったの 0.3g なので、この順番がね痩せやすい、まあ、糖質量が少ない順番ですから、ほうれん草、ブロッコリー、もやし、レタス、大根、まあ、こんな順番でね、どれか1つでも2つでも糖質量が少ないお野菜を選んでみてください。でこの食物繊維を食べることで、これまたね食欲を抑えることもできますし、お腹の大掃除、腸のデトックスにもなりますが、どんどんこれでね、あの代謝が上がって痩せることができるんですよね。でプラスおすすめは、この大根ってこう言いましたけども、切り干し大根めちゃくちゃおすすめです。同じお野菜でも天日干しされた干し野菜、これめちゃくちゃおすすめです。なぜかというと、干されたことでですね、栄養価がもう何十倍も増えるんです。なので例えば天日干しになったことで、生の大根と比べてですね、食物繊維が4倍、カルシウム5倍、鉄分3倍と、これいいでしょう。コスパいいと思いませんか？同じ量を食べたとしても取れる栄養素が全然違うわけですよね。なのでお野菜イコール食物繊維なんですけれども、どうせ召し上がるなら糖質量が少ないお野菜と、プラス天日干ししたね干し野菜です。こういったお野菜をしっかり摂ることで、食物繊維しっかり補っていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめのポイントは、どうしたら代謝を上げて痩せることができるのか、その食べ物ですね、食事法3選ということでお伝えしました。その3選は、まずは発酵食品を食べること、2つ目はタンパク質をしっかり摂ること、3つ目は食物繊維をしっかり摂ること、この3つの柱をですね、毎食毎食チェックしていただいて、美味しく食べながら代謝を上げて、綺麗に健康的に痩せていきましょうね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。